フロンテナックトリデの戦いは、フレンチ・インディアン戦争中の1758年8月26日から同年8月28日にかけ、フランスとイギリスの間で行われた戦闘である。この戦闘の舞台となったフロントテックトリデは、フランスのトリデであり、毛川交易の交易所でもあった。 オンタリオことセントローレンス川の接点に位置しており、イギリス軍の中佐ジョン・ブラッド・ストリートに攻略された。交易書の中には80万リーブルの価値のある物資が残されていた。1758年のイギリス軍の軍事作戦には3つの主な目的があった。うち1つの目的であるルイブール・トリデの攻略は成功していた。リュケーヌ・トリデは11月末に イギリス軍が結果として占領することができた。もう一つは、7月8日に行われたカリオンの戦いであったが、この戦いでは、将軍ジェームズ・アバークロンビー指揮下の1万6000の兵を含む遠征隊がカリオン取りでの攻略を目論んだものの、人数ではるかに劣るフランス軍に完敗した。この敗北を受けて、アバークロンビーの手下たちは、責任逃れの道を模索した。 ジョン・ブラッド・ストリートイギリス軍中佐。ジョン・ブラッド・ストリートは、フロンテナックトリデの攻略を早めに行うよう何度も要請した。このトリデは、フランスの攻撃所であり、オンタリオ湖の北岸にあって、湖水がセントローレンス川に注ぎ込む場所にあった。アバー・クロンビーは真っ先に、その提案に反対したカリオンの攻撃に戦力が必要だからというのが、その理由であったが、ブラッド・ストリートの モホーク川を登ってオスイーゴトリデに行き、叱る後に、オンタリオコを渡って、フロンテナックトリデを襲撃する方法には賛成した。ブラッドストリートは、スケネクタディで兵を集め、わずか135人の正規兵と、ニューヨーク、マサチューセッツ湾、ニュージャージー、ロードアイランドの各植民地の3500人の民兵とデ軍を構成した。八月十一日にオスイーゴのトリデに着くまでに、 600人の兵が脱走した。この道はフランス軍やインディアン同盟軍の襲撃を受ける可能性は低かったが2年間ほど実質的に使われていない道で樹木が追い茂り水路は一部が沈泥で塞がっていて荷物を積んだバトウが川底が浅いため地面に乗り上げてしまった。ブラッドフォードのバトウによる召喚隊はオンタリオコを横切り敵の攻撃を受けることなく フロンテナックトリデから1マイルの地点で上陸した。フロンテナックトリデはインディアンやフランスの毛皮攻易者には重要な攻易所だった。ここを通しての攻易はかなり繁盛していて一部のインディアンたちはオールバニーの連価でイギリスの商品が多数手に入る攻易所よりもフランス人との攻易の方を好んでいた。この崩れかけた石灰岩のトリデには 最低限の人数の中屯部隊しかいなかった。100人のフランス人正規兵に民兵とインディアンが何人かで指揮をとっているのはジョージ王戦争を経験したローレンナピエール・ジャック・パイ,ノイアンドのヤンエド・シャボイだった。鳥は本来もっと多くの人数で守られるものだが最低限の人数しか置かないということはヌーベル・フランスの防御に人員が裂かれるため カナダの他の場所を守る人数が、有無を言わさずに削減されているということだった。ノヤンは、インディアンの石膏が、イギリス兵を何人か捕虜にしたことで、ブラッドストリートの遠征隊が近づいていることを知り、神経を尖らせた。また、モントリオールの当局も、補強部隊の編成を行っていたが、イギリス軍の到着には間に合いそうにもなかった。1763年当時、イギリスによる、 フロンテナック砦の計画図上陸後、矢になってから、ブラッドストリートの兵は大砲を据え、老朽化した砦の周りに残酷を掘り始めた。また、砦の前に停泊している船2隻にも乗り込もうと、したが、これは失敗した。8月26日の朝、イギリス軍の砲撃が始まり、フランスの中屯部隊は、大砲と銃剣とで応戦したが、イギリスに対して、あまり効果的ではなかった。 27日も砦の中屯部隊と、砦の約北西200ヤードのところに据え付けた、イギリスの大砲との交戦は続いた。28日の朝、2隻のフランス戦が戦火を避けて砦から離れようとしたが、絶え間ないイギリス軍の砲撃を受けて座礁した。ノヤンは短い作戦会議を開いた後、白旗を掲げた。2010年現在のフロンテナック。 トリデフロンテナックトリデを攻略したイギリス軍は、オハイオ領土に向けて送られる予定だった、かなりの量の支援物資を自分たちのものにできた。60代以上の大砲と、何尊もの食料もあった。ニューイングランドの民兵たちにとって、一番の報証は、セントローレンス川経由で、モントリオールに出荷されるはずだった梱包済みの、毛皮だった。イギリス軍が手に入れたすべての品々は、 ざっと見積もって80万リーブルの価値があった。ブラッドストリートが、砦を残すのではなく破壊するように命じたため、食料の多くは、お数英語に戻る前に燃やし、他の戦利品を運ぶために、砦にあった船を使った。ブラッドストリートは、イアンに、捕虜にしたフランス兵と同数のイギリス人捕虜を、返すように約束させた後、その捕虜たちを解放した。そしてフランス軍は、 モントリオールへと戻った。ヌーベルフランスの総督であるピエールフランソワドリゴボードルイユ・キャバニャルは、フランスの敗北に、すべての責任を負い、イギリス軍が、フランスの船が停泊していたため、あえて、オンタリオ湖に出版しなかったのだろうと信じていたことを、打ち明けた。しかし、ボードルイユが言ったのは、ノイアンを退役に追い込むことだった。ノイアンは、フランスに戻ってしばらくは、 横領の罪でバスティーユローモークで過ごし、最終的にクリーブルの罰金を課せられた。ありがとうございます。